前科3番893番ちょいき太郎です。今日のお話はね、わいせつ事件に絡む、昨日と一昨日、この2日間にあった、パッと拾い出しただけでもこれだけのね、男性が女性に対する犯罪、まあ逮捕ですね、逮捕されてないものも入れますとたくさんあるんですが、報道に出たものだけまあ8あるんですね。まず一つは、公園で女子中学生に下半身露出疑い、兵庫県姫路市立中学校の教員を逮捕。まあ直接ではないですけど、これ見た、これもうずいぶん前からそういうことがあって、まあ防犯カメラとかで逮捕されたということです。次が、児童ポルノを集めたと女児の裸の写真を提供した疑い、会社員の男53歳を逮捕っていうことなんですけど、まあ実質的なものはないですけど、こういったところから結局その写真をだけ集めてるならいいんだけど、実際に撮るとか、直接その対象者に接触っていうことがあるということまで含めても、こういったもの、映像画像だけでもダメだよということです。次が、男子中学生にわいせつ動画送り要求した疑いで、部活動の外部コーチの男28歳を逮捕。生徒からの相談を受けた学校が通報。まあこのスポーツ関係のコーチだとか監督っていうのはね、これ男性間同士っていうのは最近多くなってきてますね。はい、こういったことも露呈してくるようになりました。はい、次が、親の承諾を得ていた女子中学生を誘拐した疑いで逮捕のグリ下の帝王、自称ですよね、容疑を、否認していると。大阪府警、グリコの下、あ、ドン横だとかね、名古屋だと歌舞伎町だととか、そんないろんな言い方がありますよね、東横だとか。その中での大阪で、もうどこでも一緒ですね、これ。なんかその家出してきてる女子女の子をこういいように手なずけて、結局なんか助けてあげるよ、相談乗ってあげるよって言って、結局手を出しているって、もうどこも一緒ですね。次が、保育園で昼寝中の女児に強制わいせつの疑い、元保育士の男を3度目の逮捕、香川県丸亀市っていうことですね。はい、まあ、これはまあ本当にその立場を利用したということで、ずいぶん前からこれ逮捕はされてましたけど、まあいくつもこういうことが出てくると、まあ画像も本人撮っているので申し開きができないということになってくるんです。次、女子小学生に俺たちはいつ会えるんだとメッセージ、誘い出しホテルで性的暴行、未遂か、24歳無職の男を逮捕、埼玉県警。もうね、呼び出すだけでも、この面会を要求するだけでもダメって言ってるんで、しかもそれで、実際会ってこういったことをするっていうのはもう言語道断ですね。小学生ですよ、むちゃくちゃですよねこれも。次が、複数の児童に性的暴行や強制わいせつ、元スポーツインストラクターの男の、控訴審、一審の懲役12年の判決指示。これはまあちょっと、まあまあ判決が、一審が12年指示し、控訴棄却ということですね。控訴してるんですよね。まあこう、まあ12年がだと、なんかね、12年でも安いような気がしますねこれ。はい、そしてこれ最後になりますけど、これはね、まあこういった性的被害に重いも軽いもね、その被害者のことを思えばですね、そういう言い方はできないんですけど、ちょっとこれはね別次元ですね。3歳女児の小腸断裂も、もう聞いただけでちょっとね辛いですねこれは。ただまあこういったことも言っていって、こういうことが起こってるっていうことを知らしめていかなきゃいけないですね。日常的に虐待か、容疑で男再逮捕、交際相手だった女性の女児3歳、要するにそういうことですよね。まあシングルマザーだった、要するにお子さんがいる女性がと付き合った、でこれ結婚してないんで、まあそういうことだと思います。結婚してる状態でこれってことはないので、その状態でそこに交際して、その子供に手を出してると。傷害よ、これ大阪府警は25日傷害容疑、傷害容疑なんでぬるい罪名はちょっとおかしいですけどね。住所不定の建設作業員25歳を再逮捕、暴力は振るっていませんと容疑を否認している。だから本人は暴力ではないということですよね、可愛がってるという認識なんでしょうけど。女性やその女児5歳に対する傷害容疑などで逮捕起訴されており、めちゃくちゃですねこれ。昨年の7月16日午後、大阪府内の集合住宅の一室で当時交際した女性の女児に暴行を加え、小腸断裂させる。もういやー、で私がこれ何が言いたいかって言ったら、もうこれだけ聞いてるととんでもないことになっているっていう風に思いだと思いますけども、私は違うんです。見方が今に始まったことじゃないっていうことです。もう昔からずっとあって、ただそれが立件しにくく逮捕されなかったっていうだけです。少し前だと本当に裸で女の人の前にパッと露出するなんてことはなかなか捕まることではなかったんですよ実は。でもう最後みたいな、この子供にっていうようなこともまあ内々でとか分か
からなかったとか、こういったことを言ってってもっていうこともあったりしたりするし、まあましてやクラブチームみたいな運動で男性が男児児童にっていうことも、これも言いにくかったっていうことです。ただ結局なぜこれをこういうことがっていうと、刑務所に、初犯刑務所とか、まあ、再犯刑務所無期の刑務所の人たち、無期まである刑務所だとか、今出てきた方たちから聞き取りを調査をしますと、やっぱりピンク犯罪多いと、もうそれも結構多いと、もうそれが当たり前になってて、それらから聞くと、もう言ってることは、俺は悪くない、相手に同意があった、はめられたんだ、騙されたみたいなことを言うんです。これは確かに私の時もそうだったですね。私の時はほとんどそんなピンク犯罪で、要するに捕まるっていう人があんまりいなかったです、実は。でも多いっていうことになると、やっぱり検挙に警察が力を入れてくれているってことです。で、今までだと捕まえないようなことでも捕まえているっていうことですね。なので、まあこれ急に増えたんじゃなくて、それが捕まえやすくなった、法律も厳しくなってます。だからここに来るまでにどれだけの血と涙が流れてこうなったか、まあこれこういうことに関してはね、まあ遅いという言い方もありますが、まあこれ政治家の皆さんもね、こうそういった法律に厳しくするっていう方向に行って今があるわけですから、一定数のこの成果はあるとは思うんですけど、ただまあ今回のいろいろな、性被害加害情報で、まあ、一連のそうですよね、ジャニーズ問題から始まってパワハラとかっていうことまで行くと、宝塚の問題で今回、吉本興業の問題まで行きますと、まだその当該の男性、ここでだって8つある中で女性の加害者はいないわけですよ。だから明確にここでやっぱり男性と女性とは違うということがはっきり言えるわけですよね。同等ではないです、これは。もう明らかに男性が、加害行為が多いということはもう明らかなんで、そうなってくるとやっぱりここはそこは性別を分けて考えないといけないっていうことですね。で、今でも被災地域の中でのこの猥褻行為っていうことは私のところには入ります。いや、そんなって言っても本当に監視ができない長期化っていうことで、ボランティアだとか女性の看護師さんとかがやっぱりその直接なことじゃないけど見られる、盗撮される、覗かれるってことはやっぱり結構あるみたいだから、実質的な触るとかそういうことじゃない、その一歩手前のところが、それでもやっぱり当該の女性は気持ち悪いし、男性の皆さんでも考えてみたら、そんなことをね見られたら嫌ですよね。撮影されたりだから分かんないから、そんなこと分かんないっていう考え方はちょっと置いといてですね、そういうことがある、今現在進行形であるっていうことでね、実際逮捕されたり、この判決が出てるってもこれだけ多い。で、それ以外のことも私はもう、不起訴案件だったり、そういうようなことは今回言わなかったんですけど、実際これだけあるっていうことはちょっと認識していただいて、考える一つのね、指針としていただければなというふうに思います。以上です。